ルルアのアトリエ、アーランドの錬金術師4。ルルアのアトリエ、あ、よし、できた。これさえ、これさえあればきっと。私の経験、私の知識、そして私の思い、全部全部託すから。釜の混ぜ方はこうで、火加減はこうと。よし、大体わかったような気がする。早速実践と行きたいとこだけど、あれはお母さんのだし。いや、いい加減、でもな。よし、決めた。とりあえずお散歩に行ってみよう。話はその後だ。うん。アーキュリス。そこはアーランド共和国の辺境にある小さな小さな田舎町。フェルスガラクセンと呼ばれる遺跡の調査を目的に人々が集まったのどかな場所です。さて、この町には一人の少女が住んでいます。ちょっとつ盲信で元気いっぱいな、後先考えない女の子。彼女の名前はエルメルリア・フリクセル。町の人たちからは親しみを込め、ルルアと呼ばれています。駆け出しの錬金術師である彼女は、偉大な母のような錬金術師になるべく勉強中。しかし成果はあまり出ておらず、彼女はモヤモヤとした日々を送っているのでした。知らないけどさ。ルルアちゃん。お、エーファ、ヤッホー。ヤッホー。ルルアちゃんが捕まってよかった。捕まって？エクジーンで何かあったの？またアルフがおさらわったとか？ううん、違うの。ルルアちゃんにね、爆弾を作ってもらいたくて。爆弾？そりゃまた朝からご機嫌だね。てか、どうして私に？師匠に頼めばいいじゃん。それは
ルルアちゃんに成長してほしいからだよ。本当？なんか別の事情があるんじゃ。成長してほしいからだよ。はいはい、わかりました。ま、爆弾くらいならなんとかなるなる。あ、でも材料が足りないよ。エーファ、材料集め手伝ってくれるよね？うん、もちろん。じゃあ早速出かけちゃおっか。はいよエーファがいれば百人力だね。私変なこと言った？ルルアちゃんと一緒にお出かけするの久しぶりだなって。あー、確かに最近錬金術漬けだったからななら今日は思いっきり楽しい。ん？演出してくれたのかな。え、エーファはそれでいいの？うん。そっか、ならいいや。材料材料。うん、お、マーナ気が利くね。わざわざ集めてきてくれたのって、マーナ？そんな大きな声で呼ばなくとも、私がマーナであることに変わりはないぞ、ルルアよ。
魔物が出るから町の外に出ちゃダメってあれほど。そうだよマーナ、マーナみたいな子供はおとなしく育児院で遊んでなさい。ふん、たかがプニプニごときに大慌てしていたルルアに言われたくはないな。その口ぶり、さてはずっと見てたな。もちろん私に知らないことなどあるはずないだろう。それではさらばだ。言っちゃったよ。本当に自由な子だねマーナちゃんは。いくらなんでも自由すぎる気がするけどね私は。さてもうちょっと材料を集めていこうかな。いいものあるといいんだけど。これは調合に使えそう。何の材料になるか調べないと。それそれ、みっけ。お、これは役に立ちそうだね。どんなものが作れるかな。野菜はカレーのお供だよ。煮込むとは錬金術の基本。よし、材料集め終わり。お疲れ様エヴァ。ううん、これだけあれば大丈夫。バッチリ。よし、じゃあアトリエに行って早速調合しちゃおう。ああ、アトリエってルルアちゃんのお師匠さんの方だよね。あー、うん、お母さんのアトリエはお母さんのものだからね。そう、行くよエヴァ。グズグズしないでほら。うん、分かってる。待って待って。出発だね。楽しいお出かけになるといいね。おー、今日も元気だね。パカパカテケテケ。しかしすごいよね、お馬さんで弾けるアトリエがあるだなんて。まあね、私も最初はびっくりしたよ。師匠、世界中を旅してるからね。ささ、エーファも入って入って。私の調合の腕見せてあげるからさ。はーい、それじゃお邪魔します。師匠、ナノマスター、今日も元気ですね。あ、ドラゴンさん、こんにちは。あれ、師匠は？マスターなら不在です。材料を拾いに行くと飛び出してしまいまして。そっか、師匠がいないのはちょっぴり不安だけど、なんとかなるなる。多分。じゃエーファー、しっかり見ててよね。あのロロライナ・フリクセルの娘、エルメルリア・フリクセルの超絶調合テクニックを。
ですか、エーファさん。調合のコツは釜の混ぜ方と火加減でしてね。ナノマスター、早くしてください。釜が焦げます。わかってるよ。次だってなんとかなるなる。はあ、材料をポポイッと入れて釜をいい感じで混ぜて。ああ、失敗した。いや、もう一回。うりゃどう、エーファー、華麗に爆弾出来上がったよ。わあ、すごいすごい、さすがルルアちゃん、錬金術上手上手。爆発すること3回、爆発せずとも調合を失敗すること8回。果たしてこれは上手と言えるのでしょうか。僕には分かりません。うるさいな。できればいいんだよ、できれば。そうそう、ルルアちゃん、パチパチパチ。はあ、とにかくこれで頼まれてた爆弾は出来上がりだよ。ありがとう、ルルアちゃん。とっても助かっちゃった。いいのいいの、気にしないで。でもさ、エーファ、爆弾なんて何に使うの？これは、お掃除？お掃除に爆弾使っちゃダメでしょう。ん？何か隠し事してるな？そんなことはないよ。うん、全然。バレバレ、どうしようもないぐらいバレバレ。正直に言いなさい、エーファ。エルスガラクセンに魔物が出たらしくて、退治の依頼を先生が受けたんだけど、まあほら、先生だから。その、なるほど、倒せなくて困ってると。仕方ないな。わかった、私たちで代わりにやっつけちゃおう。でもその前に育児院に寄ってく。無理な依頼を受けちゃダメって、先生を注意しないといけないから。ごめんね、ルルアちゃん。魔物の退治に行くなら準備は怠らないよう。いいですね、ナノマスター。はいはい、分かってるって。
それじゃあ行ってくるね、ドラゴンさん。元気にしてる？うん、いつも通りって感じかな。まあ最近お仕事忙しそうだけど。ああ、そっか。まあ育児院のみんなを養うためだもんね。うん、そうなの。私もお手伝いはしてるんだけど。お手伝いどころか、エーファがいなかったら育児院は持たないでしょう。まあ今度は私も手伝いに行くよ。錬金術の依頼でも構わないしね。持つべきものは幼馴染だね。ありがとう、ルルアちゃん。そうだ、ところでルルナさん帰ってこないの？ああ、お母さん、うん、お母さんもめちゃくちゃ忙しいらしくて。そうだよね、ルルアちゃんのお母さんすごい人だもんね。伝説の錬金術師ロロライナ・フリクセル。山を壊したり海を割ったりもできるんだとか。さすがにそれは。いや、お母さんならできちゃうかも。まあお母さんがいない間は留守番してるよ。そのうちフラッと帰ってくるでしょう。そうだね。と話し込んじゃった。そうだ、先生を叱りに行くんだった。行こう、エヴァ。
野菜大きく育ってるね。そろそろ食べ頃かな。うん、ルルアちゃんのお母さんが作ってくれたお薬のおかげだね。お野菜の成長を早めて、しかもこんなに大きく育つようにするなんて、錬金術ってすごいんだね。でしょ。お母さんも錬金術もすごいんだから。それより今は先生にお説教しないとだね。こら、頼もう。はいはい、ハルムスター育児院に何のご用？ルルア、久しぶりだね。元気だったかい？元気だったかいじゃないよ先生。エーファから聞いたよ。無茶な依頼を受けたんだって。ギク。いやどうだったかな。ごまかさない。まったく。先生もエーファも。どうして私に相談しないかな。分かってやれよルルア。二人ともルルアに心配かけたくなかったんだよ。だよ。まあそんなところだと思ったけどさ。先生、その依頼私たちが代わりにやってくるから。いや、やめておいた方がいい。とんでもなく強い魔物って噂で。そんな依頼を受けたのは先生でしょうが。大丈夫大丈夫、なんとかなるなる。さあ行こうエファ、その魔物に錬金術の力見せてやるんだから。私は錬金術使えないけどね。じゃあ先生、そういうことなので行ってきますね。はあ、気をつけて行ってくるんだよ。怪我だけはしないようにね。よし、目指すはフェルスガラクセンだね。うん、でもルルアちゃん、先生の言ってた通り本当に気をつけてね。分かってるよ、エーファもいるから大丈夫。それに私、錬金術師だし。それでは、それでは、いざ出発！フェルスガラクセン、いつできたのか、そして何のために作られたのか、そのほとんどが解明されていない謎の建造物。多くの冒険者たちが内部の調査を試みましたが、奥地へと進む扉は固く閉ざされており、いつしか調査不可能の遺跡として人々の興味は失われていきました。拠点として発展したアーキュリスも調査の不振により寂れに寂れ、今ではフェルスガラクセンを訪れる人は滅多にいないのでした。さてさて、魔物が出るっていうのはここだよね。そう聞いてるよ。いつ出くわすかわからないから気をつけてね。うん、エーファもね。じゃあ先に進もう。とっ、えい、それそれそれ、えい、これは調合に使えそう。何の材料になるか調べないと。えい、
が依頼の。思ってたよりだいぶ強そうなんだけど。だね。どうする？今からでも逃げた方がいいんじゃない？いや、大丈夫。私は私の腕前と錬金術の力を信じるよ。ということで、いざ尋常に勝負！弟子だこと。はいはい、ピアニャ師匠ですよっと。大丈夫？怪我してない？はい、なんとか擦り傷で済んでます。うむ、それは何より。じゃあルルアちゃん、師匠との共同戦線であいつにリベンジかましちゃう？はい、お願いします、師匠。よし、来た。それじゃあ行くよ、ルルアちゃん。私が間に合わなかったらどうなってたと思う？ルルアちゃんもエーファちゃんも魔物にやられて大怪我してたでしょうね。いい？ルルアちゃん、ルルアちゃんはまだ駆け出しの錬金術師なんだよ。錬金術を使えるようになって嬉しいのはわかるけど、絶対に無理はしないように。いい？はい、わかりました。すみませんでした師匠。うん、分かればよし。人助けのためだし多めに見よう。あ、でもベノンさんには感謝しなさいよ。私を探して魔物のことを知らせてくれたんだから。そうなんだ、先生に心配かけちゃったな。元はといえば先生が依頼を受けたのが原因だから、
あんまり気にしないで、ルルアちゃん。そうそう、今回の反省を次に生かせばいいんだよ。次に生かせばね。はい。さて、魔物も退治したことだし、私は帰る。ルルアちゃんはどうする？あ、私は育児院に寄っていきます。先生にお礼言っておかないと。そっか、じゃあ気をつけて行ってくるんだよ。それじゃまたね。私がもうちょっと、もうちょっと強かったら。大丈夫だよ、ルルアちゃんはまだこれからだから。さあ、育児院に寄るんでしょ。また魔物が出たら危ないし、早く行こう。うん。はあ、お母さんまでの道のりは遠いな。